さてさて、あのリールでも買ってしまおうかなと。18ステラ、出てきた。僕の欲しい機種が今使ってるストラディックと同じやつですね。 C3000 のミディアムスプールのハイギア、これが18ステラにもあったので買ってみようと思います。本当はバンキッシュが良かったんですけど、バンキッシュにはこれがないんで、ステラを買ってしまいましょう。 C3000MHG、 これかな。今ならポイント16倍ということで、18ステラ、まあ、ステラ自体使ったこともないですけど、あの店で巻いた時のあの巻き心地最高でしたね。ちょっと今ヤフーポイントがすごいあるんで、それを使って買おうと思います。まあ、ポイント統が全部で7万円弱ぐらいあって、もうほぼタダで買えるかなと思います。まあ、いつも視聴者さんからこのルアー使ってくださいとかって言われるんですけど、まあ、それを買って投げてみては釣れなかったり、それをし続けて、まあ、ヤフオクで最終的には売るんで、それをヤフーマネーに変えたら7万円近くなったと。でこのルアーは、まあ、この1ヶ月ぐらいで買ったルアーですね。結構あります。2万円以上買ってるんじゃないかと思います。では、まあ、そんな話はどうでもよいと。じゃあ押してしまおうかなと。これをカートに入れる。なぜかわかんないですけど、スマホで買うとさらにポイントがつくと、なんでかわかんないですけど、スマホで買うとポイントがさらに18倍ぐらいかなつくんで、スマホを使って買おうかなと思います。18ステラ C3000MHG、 間違いない。これで実はこれを買うためにずっとポイントを貯め続けてきました。注文手続きへ。確か3月末に届くらしいんで、まあ、ここはちょっと Yahoo マネー現金払い、承認コードを携帯に送信、めんどくさいなこれ。4725、ちょっとヤフーマネー使ってあるのかどうなのかわかんないですけど、もう決定し押してみましょう。
さてどうなる。注文できたか。注文完了。すげえ。12,726ポイント。わあ。実質58,000円ぐらい。まあ58,000円ではないけども。おっしゃ。ステラ。注文してしまいました。いや、到着が楽しみですね。全く同じ番手なんですけど、これは何だったかな、マグナムライトローターがついてるんですけど、ステラはついてないと。まず僕の釣りの仕方がほとんど巻き続けるっていうタイプの釣りなんで、釣り方なんで、まあマグナムライトローターじゃなくてもいいかなと思うんで、ちょっとステラを買ってみました。到着が楽しみです。